回はね、前回にもお伝えした通り、呪術廻戦のね、こちらのパンフレットに載っているグッズがね、結構いろいろあったんで、ご紹介したいと思います。はい。ここからですね、はい。こちら、呪術廻戦フェネックスというね、メーカーから出ます、乙骨トリカちゃんの7分の1スケールフィギュア。これが受注開始しております。これすげえよくできてそうなんだよね。めっちゃいいと思うこれ。でこちら乙骨ユータとリカちゃんの、はい、別のね、はい、別のリカちゃんバージョン、はい、こちらも7分の1スケールで受注、完全受注生産ですね。締め切りは結構ありますね、まだね、3月31日まで。まあこちらね、自分が調べたところお値段6万円します。めちゃくちゃ高いと思うけど、あ、7分の1スケールなんで結構このリカちゃんがでかいと思うんですよね、うん、で造形もすっごいよくできてそうなんだよねこれ。はい、なのでね、これね、ちょっと3月31日まで自分悩みますね、多分買うかもしれないですこれ、うん、欲しいこれは。で菊福のまんじゅう、こちらも売ってんのかな、うん、まあ、ここにね QR コードがあるんで、はい、でこちらルカップですね、ルカップ、はい、この2年生組で、こちらがねお茶友っていうシリーズですね、はい、まあ、コップの縁に腰掛けるようなやつですね、はい、でこちらがプライズ品、お近くのアミューズメントで取れるとね、タイトオリジナルディフォルメビッグぬいぐるみ、そちらの乙骨ですね、大きさが30センチなんで、ほんとでかいですね。うん、それと五条先生。うん、ゆる顔バージョン。はい。で、物販。こちらは書店ホビーショップで売られていると。ラバーストラップ。ラバースト。こちらは来年の3月。はい。2022年の3月。ラインナップ的にもいいね、リカちゃんがかわいい、かわいいねこれね。でゆらゆらおやすみアクリルキーホルダー、こちらも3月、はい、あ、こういうのもあんだね、これ女子受けしそうですね、しかもシークレットあるんですけど、多分これリカちゃんでしょうねえ、うん、多分あのえげつないリカちゃんの方だと思うんですけど。でこちらヌードルストッパーですね、うん、まあ、五条先生はもう出てますけれどもね、五条先生あれでも1月下旬になってるな、再販で、ゲトゲトに乙骨、はい、一月ごとに半月ぐらいかに出る感じですね。でこちらが引っ掛けフィギュア、うん、でキュルマル超ビッグぬいぐるみの五条先生、はい、で乙骨、はい、でサンリオとのコラボのグッズですね、うん、3月こちらが今回の劇場で販売しているグッズですね。まあいろいろありますね。ぬいぐるみ、ボールチェーン、観音マグカップ、で缶バッジコレクション、で回転キーホルダー、でメダル、メタルチャーム、ラバー、Q、
キーホルダーで、ダイカットステッカー、アクリル万年カレンダーで、制服ポーチで、アクリルスタンドキーホルダーコレクションで、アクリルスタンドで、チョコリマスコットで、コスチュームキューピー、8連キーホルダー、ケース入りメモ&シール、 IC カードステッカー、スマートフォンリング、指輪ペンダントチャーム、ステンドグラス風しおり、くるくるライトキーホルダー、ポスター ABC で、パーカー、フェイスタオル、ペーパーナイフ、刀キーホルダーで、サンリオとのコラボグッズで、ぬいぐるみキーホルダーにトレーディングアクリルスタンドで、トレーディング缶バッジと、はい、で、ネンドロイドも発売されますね、うん、劇場版のネンドロイドで、チュンコレ、チュンコレの巣箱で、こちらはねアニメイトでも購入できます。はい、アクリルスタンドで、カサッコアクリルキーホルダーで、ヌイドール、君とフレンズで、ラバーマスコットバディコレで、こちらキタンクラブから発売されます、こちらですね、はい、呪術廻戦ゼロ、座る呪術廻戦8体セット、はい、6000円、まあ、こちらはね8体が全部セットで売られているということですね、はい、こちらはね、まあ、フィギュアですね、はい、まあ、ディフォルメしたフィギュア、こちらまだ彩色されていないですね。で、大きさは45から60ミリなんで、まあ小さいですね。はい。予約期間が12月24日から1月15日で、発送が夏予定と。はい。で、続きましてが、フィギュアシリーズスワルブジット。はい。こちらも、まあ、コップの縁に座るシリーズ、はい、こちらですね、1回500円カプセルトイです、はい、ガチャガチャですね。で、筆豆アクリルキーホルダー、こちらも1回300円、はい、ああこれはちょっと 80年代チックですね、本当に80年代チックなテイストが懐かしくて新しいファンシーキャラクターズ根付けマスコット、はい、こちらはまだ1月ですね、1月と、こっちはもう発売されてます、はい、こちらはねイオンとコラボするみたいですね、してんのかもう全然知らなかったんですけれども、はい、まあでも会期が1月31日までなんでね。で、スマホで挑戦クイズラリーということでね、ゲットできるグッズが変わります、はい、続いてはね、ゲームセンターでゲットできるプライズ景品ですね、スーパープレミアムフィギュアから乙骨雄太、はい、1月登場予定、全高17センチっていうことでね、まあ、出来はどうなんでしょうね、うん、まあ、この表情を見る限りは良さげな感じもしますけど、はい、で、そちらのね、同じシリーズの五条先生とゲト、この二人はすごいよくできてそう、特にゲトなんてね、これめっちゃ良くないですか、特急ジグ持ってるもんね、このゲトは欲しいな、うん、こちらはチョコ革アクリルストラップ、こちらは660円ですね、こちらもブラインド、こちらはアニメホビー系ショップで買える、
オカワ缶バッジ440円、こちらも3月、こちらはこちらも3月、はい、でスーパープレミアムフィギュア、今度はラウンド1限定品ですね、うん、ラウンド1でゲットできるプライズ。この五条先生なかなか良さげなね、うん、片目だけ出してる。で乙骨、全国のラウンド1に限定プライズが登場ということでね、はい、ラウンド1に行かないとゲットできない。まあ私はね、 UFO キャッチャーは点でダメなんでやりに行きません。で私が集めているね、ディフォルメシールウェハース、はい、こちら2022年2月お菓子売り場に登場ということでね、こちらも確実にコンプリート狙います。はい、ジャンボカードです。ビッグダイカットステッカーセットということでね、全9種、220円、はい、12月発売予定となっているけど今の時点で出てんのかな。あ、でもあった気がするな、はい、で色紙、色紙は1月ですね、300円で全8種、はい、それ以降は続々と出る予定ですね、はい、2月3月と、はい、詳しい方はねこの QR コード読み取ってください。次がプッペインカップってやつですね、はい、これはガチャガチャかな、1回300円、1月中旬予定ということで、こちらも女子受けを狙った商品ですね。でカプセルフィギュアコレクションデラックス、こちら1回なんと800円、全6種、いやー高え。最近のガチャはほんとね、再現がねえな。でこちらはたまごっちと呪術廻戦のコラボのやつですね、呪術っち言いにく噛むわ、はい、こちらは1月29日発売予定ということでね、ちゃんとデジタルでね再現されてますね。でこちら呪術廻戦ちびぬいぐるみ1011集は発売中ということですね、1個1980円。でビックラ卵呪術廻戦コロントマスコット全4種、こちらは2月で、こちらコースターコレクション全54種もあるの、はい、こちら12月中旬ということはもう出てるのかな、はい、でこちらはもうあれかな、子供向けかな、パジャマセット、そういうわけでもないか、3300円ですね。プレミアムバンダイと医療量販店で購入できるみたいですね、はい、ボクサーブリーフでミニタオルで、こちらもまたプライズ、全国のゲームセンターで登場予定の1月、あと五条先生ですね、はい、こちら樹海の方、うん、この五条先生もよくできてそうだね、うん、で友縫い全3種五条先生と乙骨とリカちゃん。はい、こちらめっちゃ笑顔、でっかいポフッとぬいぐるみ、私がね一番期待してるのはこれ、一番くし、はい、こちら2022年1月15日からローソン HMV ユナイテッドシネマ、そこからね呪術廻戦の一番くじ始まります。これはね、なんといってもやっぱりね上位賞ですよ、 B 賞から G 賞までのアクリルスタンド、こちらがでかいんですよ、ビッグアクリルスタンドで、だいたいね24、五条先生に至っては25センチもあるんですよ、かなり大きいですよ、はい、で A 賞がね K
キャンパス地のタペストリー、はい、でしかも H 賞がねまたアクリルスタンドなんですよ。これは多分通常サイズなんですけれども、で I 賞がクリアファイルセットで、 J 賞がラバストで、 K 賞がチョコノッコで、ラストワンがアクリルボードと。これ結構ハズレなくないですか。ハズレがほぼないんで、だって解消と当たる H 賞だってアクリルスタンドなわけですよ、うん、これは引くっきゃないでしょう。つっても多分ね速攻で完売すると思いますんで、皆さんもねちょっとぜひローソンとかね HMV 行ったらねあったらやってみてはどうでしょうかね。私はこれ本当確実にこれちょっとやりに行くかもしれないです、はい、下手したら五条先生出るものが出るまでやる可能性もある。で続いては魂ネーションのね SH フィギュアーズ、はい、こちらも発売されてるやつですね。まあ伏黒とまだ釘先が出てないのか、うん、でフィギュアーズミニ、はい、こちらのシリーズも続々と展開しますね、はい、でフィギュアーズゼロの虎杖、こちらの国戦ね、これちょっといいなと思うんですけれども、はい、3月発売予定ということで、こちらちょっとねどうしようかなと思ってますけれど、でプロプリカのこれは等身大ですね多分ね、特急呪物スクナの指輪発売中です、はい、といった感じですね、はい、がグッズとして発売されるものもあれば、もう発売中のものもあるし、完売しているものもあると、はい、といった感じでね、皆さんもねぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで今回はねグッズ紹介の紹介になるね。はい、ということで今回の動画は以上となります。ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。